因縁のレーサーで、お世話になりました。ここから今日はスタートしたいと思います。はい、というわけで今日のこれカードですかね。はい、今日の指令です。浅草グルメを堪能せよ。いいのこれ。え、グルメ堪能するだけですか？2人でデート。え、これラッキー、ラッキー案件じゃん。ラッキー案件だ。ありがとうございます。ありがとうございます。やった。え、なに、カニーチーズコロッケみたらし団子。いや、最低。これ食べていいの？さっきなんかこれいいってある。いやー、このハニーチーズコロッケはもうめっちゃ目についた。ハニーだしね。ハニーハニーハニー。和菓子めっちゃ好きなの。うんうん。これもめっちゃ気になるし、抹茶ビールって何なんだろう。ビールってあるの？抹茶とビールでしょ。想像つかないな。アイハーバー抹茶、アイハーバービール、抹茶だよ。いきましょうか。極限まで腹すかして、ハニーチーズコロッケのなんか全てのうまいを吸収したい、これは。い、黒毛和牛カレーコロッケにやってまいりました。黒毛和牛カレーパンにやってまいりました。やってまいりました。まあこれからね、いろいろ回っていくわけじゃない。うん、だから全部2人分買ったら、俺さっき渡されたんだけど。え、2点が足りないわけよ、どう考えても。え、聞いてない聞いてない聞いてない。1個か。え、待って、これで嫌な予感する。どっちが食べれるか決めるっていうので今日はやっていこう。運が強い方が食べれると、勝つよ。今回は勝たせてくれ。食べたい気持ちが高い方が勝つね、これ。そう、数字が高い方が食べれる。いきます。はい、勝ったわこれ。6。分かった。はい、7出す。7出す。なあ、カレーパンの神様、いいから早く投げな。俺に力を。あ、全部勝つと。全部勝って、サクは空腹のまんま一日終える気がする。じゃあ、カレーパン一つ。はい、ちょっと食べて。どうもありがとうございます。見て、めっちゃ分厚いの。しかも、揚げたて、熱々。浅草は食べ歩き禁止らしいんですよ。だから、あーね、そう、お店の前でしか食べちゃいけないらしくて、うん、なんでここで、そのままいただくっていう。ちょっと見てもいい？そんなのこんなの。ダメだよ。ダメだよ。ああああああね、もう美味しいもん。美味しい。黄色に輝いてるよ。いただきます。音が、うーわうわ、たどり着かなかった、それまで。パンがもううまい。もうそのパンだけでも食わせてって感じだもん。うまいわ。あのね、ちゃんとね、あの肉の食感がもう牛。はい、さあ、ハニーチーズコロッケにやってまいりました。でもいろいろあるよ。ハニーチーズかな。いや、まあハニーだけに。ハニーだけに君に決めました。めっちゃ言った。なんだよ。すいません、はい、ハニーチーズコロッケをお一つください。はい、というわけで伸びるハニーチーズメンチカツを買いました。いいな。置いた。お肉がしっかりしてるから、牛肉が入ってるのもすごい分かるんだ。で、芋の優しさの
優しさ。いや、いいもの。それでさ、見る人間が何食ってんだよ。いや俺やるの。伸びるの見せないと。俺伸びるのできるよ。はい、というわけで次は満月おはぎさんにやってきました。いやもうこれは絶対うまい。というわけでじゃあ次はサクから行く。俺から行こう。うん、レベル5。マジかよ。やばいやばい、6だ。嘘つけ。4点。というわけで会員行ってみましょう。4じゃんかよ。赤月なんでちょっとちゃんとください。大人のきなこ、満月でお願いします。いいかな。さあ、では開けていきたいと思います。月の開封を。あ、落とそう。はい、よし、よし、はい。いや、あちょっと待って。いやいや、無理。近い。いいな。ちょっとパッシュだけ待って。ありがとうございます。はぁ、あ、あーいいな。うまっ。きな粉の甘さとこの何もち米の、うん、もうコントラストがすごい。黒糖くるみが入っててめちゃくちゃ美味しい。食べたいな。きな粉の餅のね、もつ芋違う。食べた。はい、ちょっと早くおろす。食べた。じゃあね。はい、これよいしょ。はい、というわけでスカイツリーが見えるところまでね。ここめっちゃ見えるよ。というわけで、次僕たちがいただくのはこちら、抹茶ビール。抹茶ビール。今のところ2対1だね。6だ。嘘つけよ。コロンコロンコロンやって。じゃあ今回は同時にいきたいと思います。行きましょう。3、2、1。ゴーシュー。あ、ちょ、あ、うっそー。え、君はまだまだ愛が足りないね。いや、もういい。やだわ、もう取るから。すいません、抹茶ビールを1つください。抹茶ビールを1つ。はい、はい、さてさて、お楽しみの表があって、うん、店員さんとかが教えてくれたし、これ出してくれた人もすごいね、あの、すごいあれ出した、コミュニケーションたくさん取れました。なんでこれ。優しい店員さんが多かった。優しい店員さん、皆さん優しかったです。いきます。うん、あ、あ、すげえ。なるほど。最初の飲んだ瞬間はビールなんで、後から茶葉の抹茶の感じがする。これ言うとね、ビールが6、うん、抹茶が4って感じかな。あ、じゃあビールの方がやや強めな。香りはいいよ、香りは試しましてあげる。あ、でもやっぱ確かにビールの方が結構強いかもしれない。ビールが6って感じだよね。あの、ビールが苦手な人でも飲みやすいと思うし、抹茶が好きな人も好きだと思うし、ビールが好きな人も好きだと思うし、あ、とりあえず飲んでみてください。メンバーに送ります。はい、はい、ちょっと、はい、というわけで、はい、4件回ったね。4件回って、うん、今お金がね残り430円と、これちょっとメンバーにね、あのお土産を買っていこうかなと。行こうか。いうわけで見つけたのがこちら。でで、メンバーバッジ。で、この中にね、あのメンバーのねやつあったんですよ。こちら。しゅんちゃんネームバッジがあったので、でこれをね、あのしゅんに買ってってあげようかなと。はい思います。じゃあこれはすぐに持って帰ろうと思います。はい、というわけで浅草、はい、めちゃくちゃ堪能したね。めっちゃ堪能した。あれだけ食べて、うん、でしかもあの旬にね、うんうん、お土産のバッチを買って、ね、そうそうそう、残りなんと80円、1920円で浅草を楽しめた。カレーパン、カレーパン、ハニーチーズコロッケ、満月、満月、満月おはぎ、そして抹茶ビール、ね、抹茶ビールで、お土産、お土産、それで1日楽しめちゃうんだからね。まだ食べれてないやつもいっぱいあったので、いやもう普通に来たいよ。
や、来よ。ねえ、明日来よ。明日は分かんないけど。明日ライブの前に来よ。明日は分かんないけど、ちょっとまた普通に来たよ、マジで。じゃあ、明後日来よ。早えんだよ。急かよ。もうその次行こう。休みがあった。